どうも、ブライアンです。誰がブライアンということで始めましょう。イエーイ。いやみんなお待たせ、本当になんかあの気になってたと思うんだよね。あの10月の売り上げ自体であのこの店潰れるんじゃないかみたいなね、ちょっと報告しようと思ってね、動画撮っていく。いいよ。さあ、でまあ今月もまあギリトントンぐらいで、けどまあまだ潰れはしない。ただ俺たちの給料は今月もゼロだよ。イエーイ。もう金がない。ちょっと職業めっちゃったんだけど、やっとねうちもバイトを雇う余裕できてね、これがうちの新しいバイトの藤ちゃん。藤子ちゃん。あ、藤子か。藤ちゃんもね新しくねバイトとしてね採用されたんでね、ぜひねこの子にも会いに来てください。うちの看板娘だからね。じゃあね。藤子ちゃん。今のはかわいそう。やばい、ちょっと泣いてるよ。なんならもう一人いたじゃん。バイトこの前もねちょっと動画には出てきたんだけどね、新しいっていうか、まあ初期メンバーなんだけどね、ぶっちゃけバイトの子ね、ワニワニくん。今日目つきどう？今日はまだ優しいかな。ただ今日ちょっと暇でさ、なんか出番なかったからちょっと物足りないぞみたいな顔してるよね。いや、この子もね、すげえね、稼いでくれるから、すげえありがとう。この子のおかげでね、テキーラね、もう死ぬほど売れてるから。間違いない。で、とりあえずね、今月もね、やっていけるってことでね、11月もね、やっていけるんでね、とりあえず乾杯のテキーラ。テキーラで。うちの名物テキーラ。うわー、入ってるよ。じゃあ、とりあえず。はい、乾杯。特に話すことないの。そうですね。こうで。ここがこう。今のよかった。今のよかった。そんな感じ、ね。こんなテンションでやってるからさ、うん。あと来週ね、店内もちょっとまたレイアウトが変わるんでね。あ、それ伝えなきゃいけないわ。うん、あのダーツね、2打を置くから、もうこれはもうダーツバーって言っていいし、バーって言っていいよね。確かに。だからやっとうちはもうダーツできるし、できるところにしてはフード出るし。お酒も安いよみたいなねっていうので打ち出していくから、もうダーツ好きな人とかね、やったことない人でもね、あれ結構盛り上がるから、ぜひね、また店内の写真とかインスタの方にあげるんだけど、ちゃんとバーになってると思うから、雰囲気また違うから、ぜひねまた楽しんでいただけるかな。じゃあまたバイバイ。またね。ほぼチンコ。いや、マジ。